今日は仕事が休み、午前中から東京駅までやってきた。お香を買っていた池袋のお店がなくなり、ストックもなくなってしまった。お香を販売している訓玉堂というお店があると知人から教えてもらい、東京駅直結のショッピングセンター切手にやってきた。到着。旧東京中央郵便局長室という部屋があった。切手という名称は、切手と書けているんだろうか。東京駅一番街、よく名前を見かけるラーメン屋さんがあった。晩ご飯、今夜は簡単に済ませる。芋が入ったパンにかぼちゃのスープ、乾燥対策に洗濯物を部屋干しした。就寝前、本日の楽しみ。約60本入りで2,750円。大好きな白団を買った。
知っている言葉はその意味を潜めて、知らない言葉はこの声このため息を呼ぶんだ。壁のしみ